三菱ふそうバストラックという会社がありますが、川崎工場の派遣と機関従業員約500人をですね、12月末までに切りました。契約途中に通告された人々から、実際に私、話を聞きました。これはですね、この会社に派遣されていた H さん、38歳の男性ですけれども、この H さんの場合の契約の経過をまとめたものであります。こういう形で契約を繰り返しながら雇用が継続されてきました。それが2009年、今年2月末までの契約期間がまだ2ヶ月以上残っている途中の昨年12月26日に中途解除解雇されまして、厚労省の通達にも反する。こんな首切りはきちんと指導して辞めさせるべきじゃないんですか、いかがでしょうか。法律違反があればきちんと指導する。どうもありがとうございました。こんな違法な実態を見過ごすのかというところが一番やはり私も思ったんで、契約もずっとね、もうあれ、全部コピーもらったんですよ、ずっと契約書ずっと。で、あれをこう、並べてみると、もう本当に実態がリアルに分かったんで、こんな状態っていうことで、まあだから、あれぶつけられてやっぱりね、政府だって、長谷さんだって、いいとは言えないからね、だから、いろいろごまかそうと思ったんだけども、少なくとも、派遣元、派遣会社と服装側との関係の派遣契約については好ましくないという部分についてはそういう言い方をしたのと、ね、最初から分かってるんですね。イコールそれが今度は派遣会社との関係で、これは解雇なんで、こっちはだから違法かどうかという世界の話になるとは分かるけど、でもやっぱりこう、それはいいんですとは絶対言えないわけだし、しかもまあ言ったけど、違法なことがあればそれはちゃんとやるみたいな言い方をしたので、これからの皆さんの頑張りにね、つながっていけばっていうふうに思ってます。思ってます。もう前回話を聞いていただいてからも、ああ、もう今日は話を聞いてよかったっていう感覚に自分もなったんで、うん、本当に話を聞いていただいてるのも、ありがとうございます。すごく感謝してます。総理大臣も、そうです、総理大臣も、官房長官も、やはりこのことについてはやっぱり何とかしなきゃいけないという方向でね、やっぱりこっちが言ったような話だって内部留保だって発表させるっていうのは総理大臣初めてあれからです言ったんですよ。だからそうやって本当に声を守るっていうことでは皆さん頑張りがあったからずっと押されてきてるし、今加瀬さんから三菱ふそうっていう具体例出しませんか。それうちはねやっぱりなんていうかな、具体的事実に基づいてなおかつこう堂々と言えるっていうね、またそれを言わないとみんな具体的じゃないもんだからわからないじゃないですか。全国でそういうこと起こってる、俺ともそうなんだっていうみんなの思いっていうのがね、こう凝縮してるっていう気、私はしてるんですよね。正直なところも全然政治とかにも興味なかったんですけど、実際このお二人っていうか先生たちに会って、なんかすごくこう力をもらった気になるんですよね。我々もみんなでこう議論しながらタッチングしたんですけど、まあでも組合としてもあるですね、これが単調で、そうですね、我々は火の手を挙げたという一連の質問線の中でずっとこの間キャノン、それからトヨタ、イスズ、そして三菱ふそうって、こういう具体例を一つで挙げてやっぱどれほどひどいかっていう告発してきたわけですよね。でその背景にはやっぱり JMIU をはじめとした組合の方々の本当にこう戦いがあって、それとみんなが社会的連帯で動き出しているというところにあると思うんですよね。首都圏に、いよいよこの出番だということと、これからですよね。そうですね、派遣村の問題を取り上げられてましたけども、派遣村が終わった後にでも、青年ユニオンだとか反貧困助け合いネットの電話が来て、派遣村終わってしまいましたけど、僕は今手持ちが5万円しかなくて、11月末に高木工業という派遣元から東洋製缶という缶詰を作っている会社からクビティされて、仕事を求めて浜松だとか東北の方だとか行って、今台東区内にいるけれども、だけど僕はどこに行けばいいんですかっていうような相談が日々寄せられるんですね。もう1日何件も寄せられていて、明確な答えがまだ国として持ててないと思うんですね。雇用促進住宅やハローワークで一時金を貸し付けるだとかっていうことをやってますけども、根本的な治療にはなってないんですよ、ね。麻生さんは100年に一度っていうことを言うけども、本当に国としての政策は100年に一度なのかどうかっていうことをやっぱり私たちは追求していかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。
加瀬さんが言ってましたけど、日本経団連の会長をね、ここに呼べと、やっぱこれなんですよね。で、政党としては個別に会うということについては、相手は断るわけだから、まあ、一回経団連とは12月かで会いましたけど、そこの時には45分ぐらいで、もうとにかく逃げるように、時間だ、時間だって帰っちゃって、なんかしてね、それはあの限りがあるわけで、だから我々としては、経団連のそういう問題について、またやるのも含めてやりますけど、やっぱり国会呼んでみんなの見てる前でどうなってんだというのを追及するのがね、内部留保を出せとこういうことまで官房長官まで言うわけだから、そうなってくるとそれ自身が社会的責任一つの果たし方ですよね。それどうなってんだって話をやっぱりさせることが国会の責任ですよね。だから、まあ、皆さんもぜひまたいろんなところ行って、各党にも行っていただいて、まあ要は自民党だけどね、要するにそこが呼べとちゃんと、でそこで国会としての責任果たせというのが大事じゃないですかね。どうもありがとうございました。本当にどうも頑張りましょう。どうも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 ど